ちゃんと感謝の気持ちを忘れずに自分のやりたいことをこう突き進むっていうのが一番自分の夢に向かって叶えるいい方法かなと思いますね。子ども子育てお悩み相談室。夢との向き合い方についてバスケットボール選手のマウリ・エブリンさんに聞きました。新しいことに挑戦してもうまくやれない気がします。どうすれば一歩を踏み出せますか？新しいことをこう何かチャレンジするときっていうのは毎回こう不安はこうついてくるもので、実はそれは自分だけが思っていることではなくて世界中誰しもが感じることだと思ってます。なのでその一歩を踏み出せない自分をこう責めてしまうのではなくて、まずはその一歩踏み出すためにどんな工夫をしたらいいのかっていうのを考えるのが一番いい方法かなとは私は思います。でその一歩を踏み出すときにやはり一番いい方法、私なりのいい方法と思っていることは、まずはちっちゃく始めてみるっていうのがすごく、何か新しい物事を、始めるときに一番、やりやすい、やり方なのかなと思っていますと。ちっちゃなこの一歩っていうのを積み重ねていくことによって結果それが大きな一歩になって大きなチャレンジになっていくと思っています。私自身も何かこう起業する時だったり新しいチャレンジイベントをやる時は正直言うと、かなり不安なところはいっぱいあります。エブリンはすごいいろんなことチャレンジしててすごいねってすごく言われるんですけど、本当はそんなことなくてかなり臆病なところもあったりはします。ただその一歩を踏み出すっていう勇気がいる作業なんですけど、勇気がいる作業なんですけど、その一歩をこうちっちゃく、踏み出すことによっていろんなことにチャレンジできていると思っています。そのチャレンジするために私がやってきたことっていうのは、例えば起業だったら、起業の本をまず買ってみるだとか、起業に詳しい方にメッセージを送ってみるだとか、まずこのメッセージを送るところももしかしたら他の人にとっては、すごく、勇気のいることかもしれないですけど、それが勇気のいることであればもう一個手前でできることはないかなって考えてみるのはすごくいいことだと思います。自分の夢を叶えるために親や周りの理解を得るにはどうしたらいいですか？やっぱり自分の今やろうとしていることがこう周りと少しでもこう違うことをやろうとすると、それに対してこう意見を言う方だったりとか、もっとこうした方がいいよっていう方はたくさん出てくると思います。ただ一つ、私もこう人生の教訓として思っていることがあって、それは周りがこう思っている以上に、自分のやろうとしていることを気にかけてくれてるっていうわけではない。自分が一番そのやろうとしているところをこう気にかけているから、いろいろ言われたとしても自分がこれをやりたいと決めたのであればそれは、突き通していいのものなのかなと思っています。ただやっぱり親御さんだったりとか、一番大切な人の理解をこう得られないことには進めないっていう状況ももちろんあると思うので、そういった時に考えてほしいのはその親だったり、その自分の大切な人は、たとえ自分がその方とこう違う意見があったとしても最後に、やっぱりこう愛情を持って支えてくれるっていう気持ちは絶対にどこかあるというところは理解して、ちゃんと感謝の気持ちを忘れずに自分のやりたいことをこう突き進むっていうのが一番自分の夢に向かって叶えるいい方法かなと思いますね。